シスフール・レイ・コール・プラージュは、フランス、プロヴァンス・アルプ・コート・ダ・ジュール・地域圏、バール県のコミューン。サナリー・シュルメール、ラ・セヌ・シュルメールと接する。標高250メートル以上の土地は、ほとんどが、松や下子による森林である。ルベリュスク地区と向かい合うウェンビーズ諸島もコミューンに、含まれる。19世紀に建てられたシスフール取り紀元前1600年、頃。 小アジアからやってきた人々が、エンビーズ諸島を背後にしたるブリスクに、トーレントムという名の定住地を作った。移民族の襲来を受けて、住民は主要な丘陵地帯を6つの防衛地で囲んだ。ラテン語で、6つの地点、または防衛の地を意味する、セックスファーが、コミューンの語源である。シスフール・レイコール・プラージュは、中世にコミューンとして、北のウリウルより分離した。 レップ川川口近くの町サンナゼールが、現在のサナリーシュルメールである。北から異民族が侵入したり、海からサラ先人ンンが襲来すると、住民たちは、丘の頂上の防御施設に避難した。現在、シスフールレイコールプラージュで生産されるオリーブで、作られるオリーブ油は、ユイルドリーブードプロバンス奥として、奥指定されている。ありがとうございます。